僕たちより先に行ったはずなのに誰もいないなんて。そういえばそうだね。へへ、どうやら罠はなさそうだな。誰？ なにか仕掛けがあるんじゃないかと思ったけど、取り越し苦労だったみたいね。痛い目に遭いたくなきゃおとなしくそいつを渡しな。そんな、もし断ったら。決まってるだろ、力ずくだぜ。 負けたのなら悔いはないわ。さあ、そいつは持っていきな。もともと私たちが取ったんだけど。まあ、こう言ってくれてるんだし。
せたぜ。あのジジイをなんとかしちまえば大会はめちゃくちゃだ。ダメよ、お年寄りは大切にしないと。手荒なことはしない。しばらくどこかに閉じ込めておくから。なんかさ、かっこ悪くない？嫌ならそこで見てろ。ん？何用じゃ小僧。あんたに恨みはないが、しばらく眠っててもらうぜ。何？痛い気な老人相手に狼藉を働く気か？怪我させるつもりはねえ。おとなしくしてればね。そっちがその気ならば。なに？うわ、大丈夫？老人力を甘く見たの、小僧。こんなジジイの強いなんてありえねえ。あんた今日はいいとこなしだね。言うな。残り時間はわずかですが、おっと、一組の挑戦者が戻ってまいりました。その手にあるのは間違いなくクロマスカット。他の人は来てないのかな。うん、やったね。すぐに結果発表と行きたいところですが、先生がお戻りになるぞ。遅くなったの。すまんすまん。遅いですよ。何やってたんですか。何？ちょいと若い子と遊んでよっての。なんだか怪しげな気がしますね。いやいや、そういう意味ではなくての。深く突っ込まない方が良さそうなので、結果発表に。学園横断ウルトラランキングクイズ、その栄えある優勝者は。ベイン・アウレオルス&フィロメール・アルトゥング。僕たちの優勝。前年度の武道大会に続き、今年も彼が栄誉を手にしました。おめでとう、チャンピオン。やったね、優勝だよ、優勝。もう少しは喜ぼうよ。いや、なんか実感が湧かなくて。そんな、レイン君大活躍だったじゃない。そんなことないよ、僕は何も。少しは自信を持たなきゃダメだよ。そうかな。ほら、応援してくれたみんなに答えてあげなきゃ。押さないで。それでは優勝者には特別審査員により賞品が授与されます。おめ
でとう。わしはずっと後継者を探しておったのよ。君たちならば。老人の話は長くなりそうなので、この辺で締めさせていただきます。待て、せっかくいい話をしようと思っていたってのに、あのね。それではまた来年会いましょう。さようなら。こうして2年目の学園祭は幕を閉じた。まさか優勝できるとは思ってなかったけど、今思えばこの時が最後だったかもしれない。心の底から学園生活を楽しいと感じたのは。やらないこととやれないこと、この違いがわかるか？できるのにやらない、できないからやれない、似てるけどこの差は大きい。たとえこの世界に絶望しても、自ら命を捨てることは許されないような、なんてお前に言ってもわかるわけないよな。さて、もう一頑張りするか。イベントも無事終了っと。もう少しすれば。私たちも3年生だね。グーネル先輩は卒業ですね。少しは静かになりそうです。素直ではないな。相手頼めばもう1年くらいいてやってもいいぞ。結構です。まだふさぎ込んでるのか。あれ、サルファ顔色悪い。調子が何、すぐ治る。けど、サルファ君、具合悪いの？でも大丈夫だって。辛かったらすぐ言いなさいよ。ご主人様と違って強情そうだからね、サルファは。頼まれていたもの、できてるぞ。
Thank you.